時計ファン、世界の腕時計コレクション、4本をチョイスしてご紹介します。時計の委託、アンティーウォッチマンの提供でお送りします。1本目は、キングセイコー、セカンドモデル、出巻44-2000。1965年製、昭和40年製、GAL44、ロービート5振動、18000、出巻ムーブメントになります。ケースは、18金、100ミクロンの厚い金張りケース。秒針規制装置、ハック機構付き。リューズは、S 刻印があります。プラスチック風防。2本目は、44キングセイコー、セカンドモデル、44999、縦メダリオン。キングセイコーは、1961年、昭和36年8月に、亀戸の第2成功者にて開発されました。ブランド成功に次ぐ高級腕時計として、成功の時計師に三千と輝く代表的な腕時計です。高級ムーブである、キャリバー GAL44A を搭載した 44KS です。3本目は、キングセイコー、セカンドモデル 44KS。44-9990、初期縦メダリオン。初代キングセイコーに秒針規制装置がついた仕様になります。製造年数も短く現存数も少ないことから、時計ファンの中でも入手困難なモデルとして知られています。文字盤は放射仕上げされた上品なシルバーダイヤル。4本目は、キングセイコー、セカンドモデル 44KS。44-2000、縦メダリオン。多面カットされたバーインデックスとドルフィンハンドの組み合わせ。ノンデイトのシンプルな風貌です。ケースは金張りラウンドフォルムです。裏蓋はスナップバック。経年変化しやすい裏蓋の縦メダリオンも、おおむね綺麗に残っています。これらの時計の外観コンディションや精度など詳細は、説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお届けしました。